ん来たよ。え、存在したの？存在したみたい。お兄さん、どうぞ。お兄ちゃん本当にお兄さんですか？こんにちは、こんばんはかな、妹たち、はい、そうです。お兄さんです。あ、よかったね、ポルカちゃん。お兄さんだ。お名前は何ですか？名前は、ひおどしあおです。よろしくお願いします。あおさん、お兄さん、はじめまして。うん、はじめまして、はじめましてなんだ。忘れてるんだ、僕のこと。僕はお兄ちゃんのはずなのに。でも、だって、探してるんです、うん、お兄さんのこと。ポルカよく覚えてなくて。ごめんなさい。いいんだよ、全然。ここからね、新しい思い出を作っていけばいいから。はい、わかりました。はい、じゃあありがとうございました。なんで終わろうとしてるんだ。違うだろう。違うよね。違う、ちょっと待って、ごめん、大きな声だし、ごめんね。ごめん、なんかちょっと。でも泣いてる顔も可愛いね。あ、そそるな、そういうの。悪くないな。叩けば泣く妹か、悪くない。このお兄さん、本当にポルカちゃんのお兄ちゃんなの？そうだよ。そうなの。いつもこうやって、交流してたよね。こうやって交流してたんだ。そうなの、ポルカちゃん。思い出してきたんじゃない？なんか、やっぱ。記憶は痛みから思い出せるから。違う。違くないだろ。違くないだろ。何これ、何を見せられてるの。いつもポルカはお兄ちゃんのことかっこいいって言ってくれたよね。言ってないよ。言ってるよね。言うよね。かっこいいお兄ちゃん言ってごらん。かっこいいあー、いけない子だ。途中までしか言えなかったね。青お兄ちゃんかっこいいって大きな声で3回言えるかな。待って、今カメムシ。生意気だな、このガキ。おかしいだろ。カメムシなんていないよ、ポルカちゃん。いないよ、かっこいいだよ。カシカじゃない、カシカ。大きな声で、青お兄ちゃんかっこいい。一回でいいから、お願い、言われたくて来てんだ、今日、実は。うん。うん。青お兄ちゃん、かっこいい。やったー！満足です！は？なんか、いつでも困ったら、お兄ちゃんを頼ってほしい。頼れませんけど。うん、頼れないですけど。頼りない？頼りない。生意気なガキ！生意気なガキ！ブシュブシュブシュ。あら、わ、やめろ。これ引っ張る。これ引っ張るからね。お姉ちゃん、バカ。だ、あ、帰っちゃった。ふん。あ、殺虫剤いまいとこね。ブシュー。カメムシ、カメムシだ。ブシュー。ちょっと匂うお兄ちゃんだったね。ちょっと匂うお兄ちゃんだった。でもポルカも悪くないと思う。ああいうの悪くなかったんだ。積極的でいいと思う。積極的でよかったね。だいぶホロライブになったんじゃないかなって思う。そう、結構事案みたいな感じだったけど、よかった、通報しなくて。結構超えてきてたとは思う。超えてたね。大空ケースにちょっと言おうかと思っちゃったよ。じゃあこれは後で時間指定で大空警察さんに言おう。切り抜きだね。うんうん。なんか、うん、こうもなっちゃうんだね。でも結構ポルカちゃんが泣いてたのも良くなかった気もするな。でもだってじゃあ吹雪ちゃん穴されたら泣くでしょ。穴されたら、お兄ちゃん気持ち悪いって言っとけば大丈夫なんだよ。それはそれでさ。うん、あ、お兄さん喜んでるよ。何でも喜べるお兄さんなんだね。やっぱりホロライブだ。あー、やっぱりホロライブってことか。ちなみにさ、今年もさ、スコンブの人は、うん、どう
窓から窓からなんか覗いてる。スコンブの人、その窓から覗いてるスコンブの人のことどう思ってるの？気持ち悪い。気持ち悪い。